吉田さん、 e スポーツっていう市場あるじゃないですか。あれ、私ね、小学生の頃にそういうのができるっていうふうに私は思っていたんですよ。これは後付けでも何でもなくって、ぼんやりと思っていました。というのがね、当時私はインベーダーゲームが得意で、小学生の頃インベーダーゲームこうやってると、UFO が出てくるんですよね。 UFO が出てきて、その UFO を撃ち落とすと50点から300点まで得点がばらつくんですよ。で、これに対してですよ、私はインベーダーゲーム得意だったんで、 UFO がペレレレレレ出てきた時にそれを撃ち落として、撃ち落とすっていうこの大撃ちをやってたんですよね。もちろん報酬はもらわないんですけども、私小学生だからインベーダーゲーム1回100円、100円なんてないんですよ。でもインベーダーゲームは得意だったんですよね。ですんで、こうやってる人に対してずっと見ていて、インベーダーが出たら、お、変わってくれ変わってくれって言って、インベーダーゲームだけを、その UFO だけを撃ち落とすための大撃ちだったんですよ。さっと変わってパッと撃ち落としてさっと逃げるみたいなね。でもそんな私でもインベーダーゲームをちょっとだけできるのを嬉しかったんでね、やらせてもらいましたけどね。そうやってだからずっと見てました。で、 UFO が出るたびに変わって撃ち落としてみたいな感じで、まあ300点、250点、この辺りをよく狙ってました。7発に1回なんですよね。これ意味わかる人はすごいです。はい。それでですね、私が中学の頃にゼビウスっていうゲームが出てきたんですよ。ゼビウスね。このゼビウスも私得意だったです。特に15歳の頃、私はゲームセンターでバイトしたんで、営業終了後にゼビウスずっとやってたんですよ。そしたら、まあね、16面まであるんですけども、16面をクリアするようになるわけですよ。そうすると、ゲームセンターに来たお客さんに対して16面をクリアするっていう私はバイトをしてたんですよね。100円もらって16面だけをやってあげるんですよ。で、16面をクリアするところを見せてあげるみたいな感じで、おーみたいな感じで人が取り囲んで、ね、喜ぶみたいなね。だから私はゲームですら金になるんだなっていうのをその頃感じてたんですよ。得意なら何でも金になると。なぜなら、その得意であることに対するファンがいるから、ファンを楽しませることができるから、人を集めることもできるし、そこに対してですね、報酬をわずかですけどもらうことができるってことです。それから大学生の頃、私はもうゲームをやらなくなったんですけども、ストリートファイターっていうゲームが出ましたよね、このストリートファイターってゲームはキャラクターを選んで必殺技で1対1で対戦バトルをやるわけですよ。で、ゲームセンターでもこう三角形みたいな機械があってね、こっちの方に座る人とこっちの方に座る人とで、なんかその人間対人間、機械対人間じゃなくて人間対人間で対戦するやつとかあったじゃないですか。あれに対してね、大打ちっていうのがいたんですよ。私の岡山にいるゲームセンターでは、今ゲームセンター潰れちゃいましたけどね、大打ちっていうのがあって、とにかくね、ストリートファイター好きなんだけども、対戦相手に勝てないと、なんか強いやつを連れてきてそいつにやらせて勝つみたいなね。そしたら向こうも同じように連れてくるんですよ。そうやってだん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 誰がやってるのか分かんなくなるみたいなね。でもそういう風な感じで、自分では攻略できないものをお金を払ってでも攻略してもらおうとかね、そしたら攻略本が売れてるとかね、ロールプレイングゲームって攻略本がなかったら解けなかったりするじゃないですか。で、攻略本が売れるみたいな感じで、ゲームの世界ですらビジネスが存在していて、で、ゲームセンター嵐っていう漫画すらね、大ヒットしてとかあってね、ゲームばっかりしたら将来困るよっていうふうな言葉もあったんですけども、逆だろうと、ゲームができないような人は将来困るだろうと思ったんですよ。で、それが私が e スポーツって言葉にはならなかったですけども、ゲームっていう世界にも、それで遊んでるだけじゃなくて、その遊びの延長にはその遊びを提供する側に回るっていうチャンスがあるっていうふうにね、思ったんですよね。テレビとか YouTube も同じで、見てるだけではお金になりませんけども、見させる方になると途端にお金になるわけですよ。だから自分の好きなことを追求していくと、その好きなことの向こうに、商売っていうかビジネスが成立するっていう世界はあるんじゃないかなと思いましたね。いや、ちなみにね、常識は本当ね、疑わないといけないんですよ。ある人の例なんですけども、私ね、もうしつこくしつこくね、みんなの銀行ってアプリをずっとね、紹介し続けたんですけど、なかなかやらないんですよ、その人は。で、ある時やり始めたら、お、これええじゃんって感じで、自分でも広める方に回ったみたいなね。それが今度、小野里さんにも、教えてもらいましたみたいな感じでね、じゃあもう、元は俺やんみたいなね。で、私が教えることを1回でやめてたら、多分、この連鎖って成り立ってないんですよ、ね。だから、いいものはしつこく伝え続ける。そして、伝え続けると固定観念に縛られた人も、まあしょうがない、やってみるかみたいな感じで常識が変わるみたいなね、そんなことが起きるんじゃないかなと思いました。まあ身近な例だったんですけども、誰の例かはね、ちょっとね、マトリックスアフィリエイトバキューンですけどね、いってらっしゃい。